はい、皆さんこんにちは、柴時計です。今回はですね、時計選びと服装選びの話をしていきたいと思います。先日ですね、とあるインターネット記事にとても共感ができましたので、その記事をですね、紹介していきたいと思います。で、それに伴ってですね、私なりの時計選びと服装選びの話をしていきたいと思いますので、皆さんなりのですね、意見とかですね、コメント等ありましたら、ぜひですね、教えていただけたらと思いますので、よかったら最後までお付き合いください。ではお願いいたします。今回ですね、私が気になったインターネット記事というのがこちらになります。ホディンキーさんの方に掲載されておりました How to wear it 時計を服に合わせるのか、服を時計に合わせるのかという記事になります。こちらのですね、記事の概要を簡単に説明をしていきまして、私なりのですね、意見も加えて紹介をしていきたいと思います。こちらの記事はですね、シド・マッシュバーンという方が書かれた記事になります。このシドさんという方はですね、元ラルフローレンのデザイナーさんになりまして、現在ですね、様々なメンズウェアショップの経営者の方になります。で、簡単な記事概要としましては、このシドさんという方はですね、主に3本の時計をローテーションとして使われているそうです。で、記事の方をですね、貼らせていただくんですけども、主にですね、普段使いの時計として80年代のロレックスエクスプローラー、そしてクロスオーバー的な使い方として60年代のチューダープリンス、そしてドレッシーな時計としては70年代のゼニスを使われているそうです。必要最小限のですね、コレクションではあるんですけども、それで多くのですね、分野をカバーできるとしまして、この方はですね、とてもいろんな服装に合わせてですね、いろいろな組み合わせを楽しまれているそうです。主にですね、時計を最終的な仕上げと考えてですね、玄関を出るときにつけられているそうです。そして彼なりのですね、注意すべき3つのルールというものがありますので紹介をしていきたいと思います。まず1つ目のルールとしては、ルールというのは思っているよりも堅苦しくないが確かに存在する。私なりに解釈しますと、俗に言う外しというところかなというふうに思います。この方もですね、極端なコントラストは禁物だという言葉を使われておりまして、フォーマルな時計をですね、カジュアルすぎる服装に合わすのはちょっと合わないですし、逆にですね、カジュアルすぎる時計をフォーマルな、服装に合わせてしまうってのも、少し注意が必要になってきます。もちろんですね、外しっていうところも必要にはなってくるんですけども、外しすぎてしまうと逆にそれがこう違和感につながってしまうんじゃないかなっていうふうに思います。これは私の話になるんですけども、先日ですね、ショッピングモールの方ですれ違った親子の話なんですけども、娘さんと母親なんですけども、母親の方がですね、特徴のないちょっとヨレッとしたワイシャツを着ておりまして、ボタンは開けていて、でその中にですね、白い T シャツを着ていました。で、T シャツの中央部分にはですね、赤いボックスロゴで、文字がですね、シュプリームっていう風に書かれておりまして、年齢的にもですね、その服装の組み合わせ的にもですね、かなり違和感がありまして、だいぶちょっとそのシュプリームの T シャツが、浮いていた印象を受けました。もしかしたらその方にとってはこう外しっていう部分があったのかもしれないんですけども、ちょっとですね、その外し方はかなり外しすぎていて、だいぶですね、こう違和感につながってしまっていたので、ある程度のですね、その統一感っていうのも必要になってくるんじゃないかなっていうのは確かにですね、この記事を読んで私も思ったところになります。で、2つ目のルールについては、コーディネートにリードシンガーは1人しかいらないということになります。
まあ、主張のある時計ってのはですね、他が目立たない時にこそ映えるっていうふうにおっしゃっておりまして、もう確かにですね、主張する者同士だとですね、喧嘩してしまうこともあるんじゃないかなっていうふうに思います。これは私が見かけた人の話なんですけども、全身ですね、ブランドのロゴが目立った服装を着ている若いお兄さんがいて、まあ、帽子から T シャツから、まあ、靴から、リュックまでですね、そのブランドのロゴがこうドンと載っていたんですけども、でしかもカラフルなんですね、まあ、すごいなんていうかネオン街みたいな感じで、すごいごちゃごちゃしていて、それはちょっとおしゃれというか、ちょっとかなりこうブランドが喧嘩してるんじゃないかなっていうですね、違和感を感じたことがあります。まあ、確かにですね、時計、腕時計選びでも、とてもこう派手な時計ってのはあると思うんですけども、まあ、それがですね、その他の服装と色味が合ってなかったりするとですね、かなり浮いてしまうこともあると思いますので、まあ、確かにですね、主張のあるものってのは一つに限った方がいいんじゃないかなってのは思ったところになります。はい、で3つ目のルールとしては、時計を全てにマッチさせる必要はないが、何かと合わせている方がいいっていうふうにおっしゃっております。まあ、確かにですね、スーツを着るときなどは革靴とベルトと時計のベルトの色は合わせた方がいいとかですね、まあ、ある程度素材を合わせた方がいいとか、そういったですね、まあ、ルール的なものも存在しますので、まあ、色味とかにもですね、注意して合わせていった方がいいんじゃないかなっていうのは確かに思います。まあ、かといってですね、吉本新喜劇で出てくる全身緑の方もいると思うんですけども、逆にやりすぎてしまうとちょっとこう注意が必要になってくるんじゃないかなと思います。はい、まあ、簡単にですね、記事概要について説明をさせていただきました。まあ、とてもですね、共感できる内容ですし、とてもこう読みやすい内容になっておりますので、ぜひですね、概要欄の方に URL も貼っておきますので、一度読んでいただけたらと思います。はい、でここからですね、私なりの選び方について話をしていきたいと思います。まあ、基本的にですね、腕時計はその日つけたい時計をつけるっていうのがメイン基本的になってるんですけども、まあ私はですね、時計と服装はいつも大体同じタイミングで、選んでいってます。でまあ役割によってですね、多少変わってくるんですけども、まあ役割っていうのが、使用場面とか、まあ、行く場所とか、あとは天候であったり季節などによってですね、まあそれらを考慮して考えたりもしてます。まあ、例えば天気がとても良い日とかはですね、まあ特に防水性も気にせずにつけたい時計をつけたりとか、逆にこう天候が悪くなったりとか、まあちょっと、自然散策で傷がついてしまう場面とかですね、防水性を考慮したりとか、傷がついても気にならないような時計をつけたりですね、まあ、服装、まあ、例えば靴においてもですね、汚れても大丈夫な靴に変えたりですね、そういった面も、まあ、主に考えたりしております。で私なりのルールっていうほどでもないんですけども、一つこだわりがあるとすれば、まあ、目立つ色は3色までっていうふうにいつも留めております。まあ、全身のですね、統一感を出すために、まあ色がですね、こうバラバラになってこうミックスベジタブルみたいにならないようにですね、まあ、白い T シャツの時であれば、まあ、目立ちすぎない黒い文字盤とか、まあ、白い時計とか、まあ、ちょっと色が足りないなと思ったら文字盤の色がですね、青とか緑とかですね、そういったものに、合わせたりもしております。まあ、私の場合はもうほぼほぼステンレスベルトなので、なかなかこう革ベルトを変えたりとかですね、そういったおしゃれ上級者ではないので、そういった楽しみ方ができていないんですけども、まあ、そういったですね、革ベルトを変えたりとか、まあ、ナトーベルトに変えたりとかでも、かなりですね、可能性は広がってくるのかなっていうふうには思います。はい、でまあ色味に注意しつつ、でいつもですね、出かける前にはですね、玄関に姿見ってのがありますので、それで全身のこう統一感をですね、いつもチェックしています。でまあ、フォーマルすぎたりとか、逆にこうカジュアルすぎた場合にはですね、ちょっとこう外しのアイテムとして腕時計をですね、使うっていうこともあります。
だからこそですね、その時計が何本もですね、あの時計好きの方であれば何本何十本とお持ちだと思うんですけども、そういった、まあ、組み合わせをですね楽しむこともできるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、紹介した記事にもですね、まあ、気分が上がるっていう言葉があったんですけども、まあ、確かに時計によってこう服装が目立ったり、服装によってこう時計が目立ったりですね、まあ、自分が好きなものを身につけることによって気分が上がってきますので、まあ、時計選びと服装選びって結構重要になってくるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、ちなみにあの今回チープカシオがこう画面に出てるんですけども、まあ、どんな服装にもですねチープカシってのはとても合うので、まあ、あえて今回あの動画の中で紹介をさせていただいております。はい、まあ、気軽にですね今の時代あのお休みの日とかにですねおしゃれしてお出かけもできないですし、こう誰かとあの頻繁に会うこともできない時代ですので、だからこそですねあの私は仕事に行く時の服装とか時計にはですね、結構気を使っております。まあ、それによってですねもちろん気分も上がりますし、まあ、せっかく買ったこう時計とか服装とかがですねあの使われないのは少しこう悲しいなっていうふうに思いますので、まあ、それでこう気分を上げてですねいつも仕事にですね気分を上げて頑張っていこうっていうふうにですねやっているようなところになります。はいはい。で、まあ、まとめとしてはですね、アーダコーダー言ってきたんですけども、決してですね、私はおしゃれとは言えないですし、まあ、他人からどういうふうにですね、見られてるかって全然わからないんですけども、まあ、自分がですね、気に入った時計と服装をですね、身につけることによって、こう、気分も上がりますし、まあ、ファッションっていうのをですね、楽しめるんじゃないかなっていうふうに思います。大事なところとしてはやはりこの自分の好きっていうところを大切にしてですね、それを取り入れていくことで、あのファッションを楽しむことによって、まあ、自分らしさっていうのがこう自然と出てくるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、どういった時計を選べばいいか、どういった服装を選べばいいかっていうのが分からなくてですね、あのファッション誌を読むっていうのももちろんいいことだと思うんですけども、まあ、それよりもですね、まずは自分がどういった服装が好きなのか、どういった時計が好きなのかっていうのをですね、考えてみて、とりあえずそれを取り入れてみるってのも大事なんじゃないかなっていうふうには思います。はい。まあ、そんな感じで、そう、時計とですね、服装の関係性を少しこう意識してですね、身につけることによって、よりいろいろな楽しみ方ってのもできてくると思いますので、皆さんもですね、ぜひ明日からの時計選び、服装選びの一つのですね、参考にですね、この記事を読んでいただけたらと思います。はい。まあ、というわけで、まあ、今回ですね、気になった、とても共感できた記事について紹介をさせていただきました。また気になった記事とかですね、ニュース等ありましたら、動画の中で紹介をさせていただきたいと思いますので、まあ、皆さんもですね、この記事面白かったですよとかありましたら、ぜひ教えていただけたらと思います。はい、というわけで今回は以上で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、失礼いたします。